クルタレとは、伝統的な中華菓子である竜のひげ飴のこと。朝鮮の伝統宮廷菓子でもあると言われているが、これは誤りであり、実際は中国の竜のひげもしくは洋手当てと呼ばれるお菓子を模倣したものである。ヨンスヨムとも呼ばれる、練り飴の一種である。蜂蜜、麦芽、トウモロコシの粉を原料にした白い糸状のものを1万本以上束ねそれにごま、くるみ、松の実、 落花生、アーモンド、きな粉などをくるんで眉のような形にする。サクサクとした食感が特徴的である。特に塊に穴を開けてから16,384本の糸状にするまでの過程は、ソウル市内のインサドンやミョンドンなどの屋台で実演されていることが多く、1から2分ほどで完結するその様は、職人芸とも呼べるものである。中には、 外国人観光客を相手に、英語や中国語、日本語などでこのパフォーマンスを行っている店もある。前述のインサドン、ミョンドンなどのほか、観光地の土産物店や空港などでも販売されている。日本国内では、東京都新宿区の JR 山手線、新大久保駅周辺にあるコリアタウンの一部の店舗で実演販売が行われていることがある。ありがとうございます。